フェリー福岡2は、名門対応フェリーが運航するフェリー。大阪南港と新門司港を結ぶ航路に就航している。フェリー福岡の台船として、三菱重工業下関造船所で建造され2002年10月18日に就航した。先代と同様に、鉄道建設、運輸施設整備支援機構との共有建造である。2005年に、宇検船首に2等洋室と1等洋室を増設する改造を受けている。船内は多目的トイレ、エレベーターを設置するなど、バリアフリー対応となっている。2015年に、船名の数字表記をアラビア数字からローマ数字に変更。7回6回5回2004年8月30日、平成16年台風第16号の接近に伴い、瀬戸内海の火内灘へ被泊していたフェリー福岡2が、操病により同様に火内灘で被泊していた貨物船、センチュリーホープに衝突した。フェリー福岡2は、レーダー及び GPS で、操病の監視を行っていたが、機関用意の状態をとっていなかったため、21時10分に、操病した際に機関を使用した、操病防止措置が取れず、圧流された。フェリー福岡2の操病に気づいたセンチュリーホープは、汽笛及びサーチライトによる警告を行った上で、衝突前に全速更新をかけたが、21時19分にフェリー福岡2の左舷船尾がセンチュリーホープの船首に衝突した。この事故により、フェリー福岡2の左舷後部外板が損傷、プロペラが極損した。センチュリーホープは、バルバスバウ及び船首部外板に損傷を受けた。2007年1月7日、大阪港南港フェリーターミナルへの着岸時に、強風により流され、隣のバースに着岸していた、フェリー北九州へ衝突した。事故発生時、最大瞬間風速 21.5 メートル毎秒の強風が西から吹いており、タグボート1隻の支援を受けながら機関及び、バウスラスタを用いて操船していたものの、右舷船尾からの強風により圧流され、フェリー福岡2の左舷中央がフェリー北、九州の右舷船尾に接触、外板及び防舷材が損傷した。2018年3月18日午後7時35分頃、フェリー福岡2が明石海峡西側の浮標と接触した。神戸海上保安部によると、フェリーは午後5時に、大阪南港を出て、福岡県北九州市の新門司港に向かっており、乗員乗客509名が乗っていた。浮標と接触する前、フェリー内で急病人が出て、搬送のため、姫路海上保安部から、巡視艇、布引が向かい急病人を巡視艇に移送する際、闘病せず停泊作業時右舷の船尾付近に浮標が接触、怪我人はいなかったが、プロペラの一部が破損したとみられ、航行不能となった。19日早朝、深田サルベージの養病船、親潮が派遣され、潮流の収まりを待ち潜水士を投入し、状況を確認すると、V のアンカーチェーンを右舷プロペラが巻き込んでいて、潜水士がチェーンを切断し、同日15時頃巻き込みの影響が少なかった、左舷プロペラのみで、航行可能か確認し、大阪南港へ向け引き返し航行を開始し、18時過ぎにタグボート支援のもと、大阪南港の同社運航便出港後の岸壁に接岸し、出港25時間後に帰港し、乗客に運賃を全額返金するほか、見舞金として1人当たり15,000円を支払うとした。国の運輸安全委員会は、事故原因を調べるために19日船舶事故調査官を派遣した。同船は、右舷プロペラに損傷が生じ、ドックインのため3月19日以降の欠航が決定した。ありがとうございます。